オーストラリアで走るソルトラ・ソルトラは、トゥーエンテ大学とサクスアン大学の学生によるソーラーチームトゥーエンテによって開発された最初のソーラーカーである。2005年の第8回ワールドソーラーチャレンジで9位だった。そのレースでは同様にオランダから出場したヌナさんが優勝した。このソーラーカーは 1km の国際自動車連盟の世界記録を保持している。 この記録は2005年8月28日にオランダのエンスヘデのグロノーシュストラットで樹立された。ソルトラの特徴は繊維強化モノコックでできたシャシーと空力特性優れたにボディが一体化されていることである。これにより骨組みと外角は一体化されている。部材の素材は繊維強化プラスチックが使用されており強靭で軽量である。2005年のワールドソーラーチャレンジでは 着座姿勢は規定されておらず車両の空力が最適になる仰向きに寝た状態で着座した。回転接削車輪はトゥエンテの独創的なものである。これはホイールキャップも含むことにより走行時の空気抵抗を大幅に減らす効果がある。サスペンションはダブルウィッシュボーンを原型として設計された。実際には2つの三角形の構造体が車輪を 挟む形で重なる構造である。干渉器は右側に配置され二つの三角形がジョイントでつながっている。後部のサスペンションは薄いアルミニウムの板金と切削加工されたアルミニウム製から構成される。ソーラーカーの最も本質的な設計はもちろん太陽電池パネルである。最大出力点追尾装置で最適化された電圧、電流で 太陽光変換効率を高める。電流と電圧は理論的な出力曲線に沿って供給される。さらに電圧制御のついているモーター制御装置を使用する。エネルギー保存のためにリチウムイオン蓄電池を使用する。ありがとうございます。